4月に来た。うわあ、私のことちゃんと言ってくれてました。あ、言ってました。言わなかった、どっち。そう、今日久々にここに来たら下がコンビニになってて、鈴木楽器はどこ行った。探しましたが、そう、変わったんですね。わあ、じゃあすぐ買い物行けるから、お腹空いたら便利です。では今度は今頑張ってる名もない道のカップリング曲を行ってみたいと思います。で、このカップリング曲はすごく歌いやすくて、こっちの方がなんか歌うにはいいなって言ってくださる方がすごく多いんです。で、今日実は絶対この鈴木楽器でこのカップリング曲を歌わせてほしいっておっしゃる方がいて、ここにずーっと前から鈴木楽器では歌いたいっておっしゃるんです。しょうがないから歌ってもらってもいいですか。他カップリングの恋日和っていう曲なんですけど、もう知ってるよ、歌えるよっていう方いらっしゃいません？いないって。一人で頑張るしかないから。え、名もない道もいいの？名もない道なら歌える方いらっしゃいますか？歌える？